はいどうも、ヒコボン、心の声です。今日はレッジアイスの復刻です。というわけで、二人討伐にチャレンジしてみます。ミンポケのシミュレーションによると勝てないことはないみたいです。今回も、私は、リザードン一体です。やられたら回復して、やられたら回復しての繰り返し。リザードンをリザードンはメガ進化させます。このところ、リザードン働きすぎですね。頼むぞリザードン舞。最高の相棒にしてあるので、さらにパワーアップです。ほんじゃば行きます。共闘のお相手は毎度おなじみ M さんです。ではバトルスタートです。レジアイスのゲージ技は吹雪です。食らうと半分ぐらい減ります。これは痛い。レジアイスの体力ゲージの減りは悪くない。1体目のリザードンがやられました。復帰後、いきなりの吹雪は厳しい。2回目のリザードンにやられ、ハピナス、目につくので回復しちゃいます。残り両数が半分を切りました。ベジアイスの体力ゲージは未だ黄色にならず、ダメそうだ。次にユウスケ君とやってみます。マックス強化した5体のレシラムに期待です。1体目のリザードン内がやられました。M さんが表示されておりますが、すでに抜けているのでバグです。2回目のリザードン内がやられました。そして残り秒数を半分切りましたが、未だベジアイスの体力ゲージは黄色にならず、今黄色になりました。無理そうですが、試しに最後までやってみます。ここでベジアイスのゲージが赤色になりました。3回目のリザードン内がやられました。4回目のリザードン内がやられました。
ダメでした。勝てそうにないので、再び M さんに入ってもらって3人で倒すことにします。勝利です。最初は3人かな。通常食でした。エクセレントサークルはこれぐらいかな。エクセレントでした。かなり当てやすいです。ゲットです。早朝からありがとうございました。しばらく最小討伐の情報を待ちたいと思います。ゆうすけくんのところにレジアイスが出たので、やり方を変えてチャレンジしてみます。諦めは悪い方です。私もゆうすけくんもリザードン内だけでやってみます。レジアイスのゲージ技はまた吹雪です。最初地震が最悪かなと思ってましたが、吹雪が最悪みたいです。同時に全滅です。同時全滅による相手の回復が怖いですが、それ以上にリザードン内短期による攻撃力に期待です。2回なら避けることできそうです。139秒でレジアイスのゲージが黄色になりました。ちょっと良くなったけど無理そうです。どれぐらいまで減らせるかやってみます。いい線いってましたがダメでした。ここから勝てる気がしない。というわけで、M さんとユースケ君のフレンドさんに来ていただき4人討伐。ゲットです。まだ諦めないヒコボン。ネットに2人討伐の動画が上がっていたので、それを見て研究。とりあえず吹雪で倒してる動画はないので、吹雪だと無理そうです。周辺に黒卵が4つあるので、チャンスは4回です。レジアイスの正体来ました。やりたいけど今は2人討伐です。向こうの黒卵はキュレムでした。こちらに専念できます。レジアイス来てくれ。しかしこれがダメでもまだ2つあります。
出ました、レジアイス。今回は M さんと挑戦します。二人討伐の動画を見ると、リザードンの後ろにポケモンを一体置いているのを見かけます。もしかしたら一体残った状態で降伏すると同時全滅による敵ボスの回復がなくなるのだろうか。試しにやってみます。 M さんと連絡が取れたのでやってみます。10人もいる。ここに入れば簡単に勝てるという誘惑。しかし二人討伐やります。では行きます。 M さんも同じように攻めます。レジアイスのゲージ技は気合いだが、吹雪じゃない、食らったみたいだけど全然減らないぞ。なんと避けるのに成功するとほとんど減らない。避けるのに失敗。吹雪に慣れてしまったので感覚がつかめない。これもう避けなくてもいいのではなかろうか。もし負けたら避けないでやってみます。ちなみに M さんは避けないでやってます。なので M さんも避けるバージョンもやってみたい。これで負けても試すことはまだある。リザードン内がやられた。ここですぐ降参してルビーに戻り、リザードン内を回復して復帰します。二人討伐の動画でリザードン内だけというのもあるので、もしかしたら後ろに一体置かなくてもいいのかもしれない。同時全滅による回復の仕様がよくわからない。もしかしたら1回目の同時全滅だけ回復するとかあるんだろうか。じゃないと2人討伐でリザードン1匹だけだと同時全滅が何回も発生して敵ボスの体力がどんどん回復してしまうはず。残り153秒でレジアイスのゲージが黄色になりました。ギリギリだがどうだろう。勝てるかわからないけど最後までやってみます。同時全滅による回復があったらまず勝てない残り秒数だ。残り85秒で赤色になった。悪くない悪くないぞ。同時全滅による敵ボスの回復が発生しているように感じないです。もしかしたらいけるんじゃないか。撃破です。レジアイス最後まで気合玉打ってきた。もしかしたら吹雪が最悪なだけな可能性あります。最初に最悪な技に当たると難易度が段違いである。ただ同時全滅による回復も謎な部分があり、これ含めて今後の少人数討伐を考えていきたい。
あードキドキした。残念ながら通常食でした。ゲットです。ありがとうございました。レッジアイスの2人討伐達成です。